ラチーと入れ替えで帰ったんですということで、プロダーツプレイヤーの改めてナナチーです。でせっかくなんで何個か質問とかね雑談していこうかな。まずグリップってどうやって持ってるの？グリップはこんな感じで、3本、はい、なんか意識してることとかあるの？意識してること、親指ですかね。親指、深めに、親指を深く、はい、持つようにしてます。こんな感じね。めちゃくちゃ深い。それは投げれない。深すぎても良くないの？深すぎても良くない。すいません、あの普段ちょっとバリズで一緒にあの、はい、飲んだりね、あの楽しくダーツやってる中なんでちょっとタメ口になっちゃったりして、はい、すいません。3本で、じゃあ親指をちょっと、まあ、自分なりには深めにっていうね、7チーポイント、はい、なるほど。で、じゃあ次ダーツの質問で、彼氏とかいいの？彼氏はいいです。はい、はい、スポンサーはついてらっしゃらないんですか？スポンサーは、バリーズ池袋店。あ、お店なんだね。はい、あ、じゃあ、あれもないの？フライトとかシャフトとか。あ、まだ全然。じゃあ、あれっすね、ナナチ、ちょっとカネゴンダーツチャンネルで俺の、その、ちょっと掛けごとあるじゃん、たまになんかシャンパンみたいな、まあシャンパンじゃないけど罰ゲームとかあるときあんじゃん、俺も急にあなたがさ、罰ゲーム作ってくんじゃん。そういう時の助っ人で勝手に呼んでいい？来てくれればどうぞ。行きましょう。え、マジで来てくれる？行きましょう。全然いいの？呼んでいいの？やべえ、熱い。ナナチ、ナナチ、マジで呼ぶよ。ちょくちょく呼ぼうぜ。最高のレーティングってどのぐらい？ですよね。ですよね。あ、ですよね。すいません。申し訳ない。あ、今までで最高どれぐらいまで行ったんですか？入れ替え線の手前で、だから次によるけど、3回戦目か4回戦目で負けた。じゃあまずは目標をさ、入れ替え線で勝つとか。いや、そうですね。まあ、好きなこと何ですか？なんか、まあ、ダンス以外で。韓国ドラマ。じゃあ韓国料理行こうか。あ、行きましょう。行きましょう。もし入れ替え戦勝ったら、はい、韓国料理。レッツ新大久保。はい、行きたい。行きたい。オッケー。行きたいとこあるんですよ。うん。あ、じゃあそこ行こう。じゃあもし入れ替え戦勝ったら新大久保に連れて行きます。はい。ゴンちゃんのお金で。結局他人だよ。ゴンちゃんのお金で行きましょう。うん、まあ連れてってもらおうぜ。はい。ナナチーがさ、憧れてるというか好きなの、そういった選手挙げるとしたら誰ですか？好きな選手、憧れてる選手は、なんで笑ってるの？なんでなんでなんで？いや、横本翔吾選手、はい、知ってるよ。うまいから。投げ方めちゃくちゃ綺麗だな。ああ、間違いない。そしてめっちゃうまいし。優勝も来ましたしね。試合の時とかってワイワイガヤガヤしてるのか、それともみんなギスギスじゃないですけど超真剣でシーンとしてるのか、どっちなんですか？それはね、おかしいおかしいおかしいですおかしい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 。ああ、ごめんなさい。どうぞ。だいたい、自分の試合の前とかは結構ワイワイしてたりとか。俺は5年目。試合に入ったら、俺はね、その
まあ、試合前はちょっとワイワイするんだけど、試合に入ったらこうなる。こうなる。こうってなる。俺こうなる。これこうなるタイプ。さん、これどういうことですか。それってどういうことですか。こうなるタイプ。それってどういうことですか。全然入んないってこと。全然入んないの。どういうこと。すごいっすね。すごっ。いやいやいや。